三木町長の伊藤義治です。新型コロナウイルス感染症の感染リスクがある中、最前線で戦っている医療従事者の方々をはじめ、生活物資の輸送など社会機能を維持するために働いている方々へ心より感謝いたします。今噂話や SNS などで新型コロナウイルス感染症に感染された方や、その家族に対する差別、また誤った情報によって感染していない方々への差別が広がっており、さらには医療関係者やその家族までもがいわれのない差別で苦しんでいます。このような不当な差別や偏見、誹謗中傷は許されるものではありません。戦うべき相手は人ではなくウイルスです。正しい情報をもとにした冷静な判断、そして行動を取ることで、皆さん一丸となってコロナウイルスと戦っていきましょう。ノーコロナハラスメント。